秋田市交通局の旧局者。廃止後は、秋田市建設部道路維持課の庁舎として使用されていたが、2016年5月に秋田市庁舎内に移転、今後の市とは未定となっている。秋田市交通局は、かつて、秋田県秋田市で、路面電車事業及びバス事業を行っていた、秋田市の交通事業部局である。路面電車事業は1966年3月まで、 バス事業は2006年3月まで行っていた。秋田市の4公営企業の一つであった。現在、旧中央営業所が、秋田中央交通臨海営業所となっている。1990年代までは、精力的な営業展開を行っていたが、輸送人員の減少や、市の財政難などから、バス事業も2005年度の全面廃止が決定され、秋田市と秋田中央交通との、 残る3路線4系統の遺憾協定調印が行われた。かねてから、秋田中央交通とは、回数乗車券を共通利用し、両社発行分ともに、両事業者名の連名に適切がなされていたが、交通局発行分は廃止と同時に使用不可となるため、交通局営業の最末期には、秋田中央交通発行の回数券を、交通局のバス乗務員が販売していた。 2006年3月31日の営業終了後をもって廃止し、発足から約65年の歴史に幕を下ろした。これにより、秋田市内を運行する路線バスは、秋田中央交通と羽後交通の2事業者のみとなった。市電については、秋田市電の項目も参照のこと。 バスロケーションシステムの最新型秋田市交通局、車両、秋田駅にて。最後まで残っていた車両も、2006年5月上旬までに、秋田中央交通の都職に変更され、長年秋田市民に親しまれてきた元市営都職は、消滅した。旧路線名称での表示。現行は、秋田中央交通を参照。ありがとうございます。